皆さんこんばんは、アロンです。すいません、5分遅れました。日本人くんの配信を見てたらこの時間になっちゃいました。あの電車に乗り遅れちゃって、ここで降りなあかんとこのもう一個先行っちゃって、あーやべやばいってなっちゃって、サービスに興味がある人だけに広告を表示、効率よく成果につながるさあ、オンライン広告でさらなる顧客拡大を、 Google 広告、詳しくはこちらから。こんばんは、じゃあ始めますか。なんかすっごいあれやな、なんかすごいあれやな、口の方がいいか、口の方がいいかな。でもちょっとボサボサ、ちょっとボサボサ、ちょっとボサボサちょっと待ってね、あ、これがいいや、これがこれがいいや。久々やね、キャップ。今日はちょっと仕方ない。久々のこのキャップって感じ。ああ、走った、めちゃくちゃ走った。ボックスありがとうございます。ボックスありがとう。今日喉がちょっと枯れてる、枯れちゃってる喉が。そう、いや、ほんと日本人くんのせいでちょっと降りなあかんとこ降りへんかったからね、マジで。お、コーギーありがとうございます。コーギー、今日は3連休の最終日か、最終日ですね。よくピーってほんとだ、ちょっと収めて収めてね。あ、のんぴ大阪で路上ライブしてたみたいですね。いやー、北九州でね、リフレッシュできました。グリーンパーク、若松のグリーンパーク行って、で、僕の世話になってシロさんっていう、あの僕の大好きな人に会ってその後は大分行って地獄巡りして、日本人も配信してたんですけど、そうそうそう、そんな感じでめちゃくちゃリフレッシュできた福岡旅でしたね。最高でした。馬怖かった、ちょっとね、馬怖いっすねめちゃくちゃでかいね、めちゃくちゃでかいね馬。もう最高になんか、でも馬かっこいいなと思ったっすね。なんかなんかオーラがやばい、大きいから。うん、蹴られたら一旦はひとたまりもないよね、はい、パチン。でもちょっと一回僕競馬行ってみたいんですよ。競馬行ったことなくて、一回だけ競馬してみたい、競馬してみたいなと思って。そう、焼けた？本当？日焼け止め塗ってたんやけどな。
ノンピーとは親友ですね。親友っていうか、まあその僕が親友やと思ってます。向こうがどう思ってるか分かんないですけどね。仲良くさせてもらってます。鼻が赤いよ。走ったの多分暑いから赤いだけなのかな。どうやろう。こんばんは。マッサージ行かないといけないですよ、やっぱ。最近朝ね、僕走ってるんですよ。2、3キロですけど。神社に行って走るっていうのを最近してて、まあ福岡行ってる時はできなかったんですけど、最近もしてまして、そう、痩せようかなと思って。日の出前に、いや日の出で出てです。日の出で日のが出てです。日が出てです。なんかめっちゃ暑いわ今日。空っぽでした。これ絶対取れへんやつやって、これマジでマジなやつで。なんか久々の配信かな。ゆうたん。うん、アルベありがとうございます。すごかった、見ました、リール。こんばんは。路上ライブ許可と、大変なんですよ、ほんと大変、めちゃくちゃ大変なんですよ。そうそうなんです、ほんとに大変なんですよ。前例があると、例えばこう、この人がこういうとこでこういう場所でどんぐらい集めましたっていう前例があると難しいんです。そうなんですよ。道路交通違反になりますもんね。なんのよね、アーロン。マジ東京じゃないよね。でもちょっと頑張りたいです。頑張りたいです。いろいろ頑張ってます。変えたの。明日渋谷行く。渋谷はでも週に 2、3 回は行ってるかもしれないですね。今月中には、それ食う？
辻堂マジでいいところ、本当にちょっと行かんとあかんわ。脱毛ちょっとね、脇毛がちょっと生えてきちゃったんで行かないといけない。でやっぱヒゲは僕伸ばしたいな。やっぱヒゲとかもちょっとやってみたいな。ヒゲ絶対今はない方がいい。まあ今はない方がいいんですけど、その今後、まあ役者とか、いや、夢の夢の話ですけど、もしこの何かがあるかもしれない。僕がもっと有名だった時にね、何があるか分かんないんで、ちょっとね。まあ30後半とか40代になってさ、対してずっとしてなんかダンディーな大人になったらかっこいいのかなと。今一番やりたいことはと、そうですね、路上ライブ。優しい社長が会社を潰す理由、突然ですが、路上ライブやりたい。どのような社長でしょうか。なぜ社長、みんなに会いたいなと思います。相談に親身になって乗ってはいけない。やっぱり、なぜ社長、初心の気持ちをちょっと思い出したいなっていうのがすごいあります。なぜ社長、たまにブレイクを許したりしてはいけない。知っていますか。やっぱこう、これは創業社長、中小企業の経営、いろいろ、まあ大人になったんだなって思います。そのいろいろね。ってなったんだなと思います。止められない余剰ライブはしたいです。てかそうします、そうするしたいです、します。あ、ちょっと待って、はい、カーポー。ほらね、絶対こっちはもう受け取れへんなって、もう見てる側の人に当たるようになってるんですよ。ですよね、TikTok さん。おーい。うん、嘘い？本当？5分前から待機なのこれ、マジ？この前ふうがくん、マジで？マルクルがあれよ、もうガメクルよ、ガメツークル、ガメクルやからやね。ガメクル僕と一緒なんですよ、似てるんですよ、ガメーロになっちゃうんですよ、みんなガメクルになっちゃうんですね。応援推しがガメ論やったらもうガメクルですよ。はい、皆さんプレゼント待ってます。ガメクル万歳ちゃうねん。おお、チアロありがとうございます。皆さんありがとうございます。ギフトありがとうございます。ガメロンだ、ガメロンでございます。チアロありヨッシーさんありがとうございます。ヨッシーさんもう本当にありがとうございます。トシエさん、本当
当にありがとうございます。ありがとうございます。これ画面の船長やから画面クッキーさんありがとうございます。ありがとうございます。むっちゃんさんマジありがとうございます。もうすっごい綺麗。うわ、ちょっとよくわからないクマちゃんありがとうございます。画面の船長がねやっぱ出ちゃうよね。ガメってるってないよね。ガメってるってないよね。ちょっと待って、ちょっと待って、これ何これ何これ何、すごっ。待って、ガメーロンもびっくり、かっこいい、初めて見た。すっごっ、ありがとうございます、ありがとうございます。すっごいマジギータン、本当にありがとう。いつもギータン、これガメの船長もやっぱびっくりしました。なかなかこういうのないんでね、はい、ガメの船長ちょっとマジでやばい。ありがとうございます。よしよし、ありがとうございます。いや船長本当に教授か、ガメロン教授、教授マジで嬉しいです。昨日ね日本人とまひるちゃんとね、まひまひとご飯を行ってきたんですけど、まひるランチ本当1時間ぐらいだったんですけど、ずーっとあの方はね、教授本当すごいです、教授テレビ本当見てます、いつも。教授ってなんすか、教授ってなんすかっていうね、本当にマジでなんか本当、あ、ちょっと待って、はい、から今結構俺遅かった。すごいって、教えて、もう1分前ぐらいに、ほんまにマヒマヒのポップアップ行ってきた、その後だと思います。もうガメついた声もらやめとけめっとけ、ほんとギータありがとうございます。マジでわしたか、すごかったな、あれは初めて見ました。はやぶさか、はやぶさ今日なんかめっちゃ鼻くそ止まるわ。ありがとうございます。こんにちは。鼻くそとか言ったらあかんな。ちょっとすみません。これは絶対聞いとらんといてください。マジで。僕怒られるんで。すみません。出ちゃう。素が出ちゃう。やっぱあの車の前やった。あ、ガメ車の前やった。ありがとうございます。お茶パンダ。お茶パン、ありがとうございます。鼻くそ食べるか。ヨッシーさん、ありがとうございます。
今年はパパのとこ行ってやってください。頭皮丸み頭皮見えちゃう。ありがとうございます。あ、パンダ、あ、クマちゃんありがとうございます。もうガメーロンは本当に感謝を伝えますよ。ガメーロンって何正味ほんまに。おお、マリさん、サンゴ礁ありがとうございます。お、アフラックありがとうございます。クビタン、拍手ありがとうございます。チハル、ありがとうございます。あかんかん、絶対切り取ったらあかんね、ほんまに。ほんまに切り取ったらあかんで、マジでやめてや。ほんまあかんわ、ちょっとガチでやるわ、ガチでいくわ、マジで、マジのやつでいきます。うん、マジで、マジのやつでいきます。マジのアーティストでいきます。え、これちょっとあのほんまに切り取らんといてください。お、サングラスありがとうございます。いや、なんか話しましょう、お話しましょう。え、振りじゃなくてマジです、これは。さあ、そばとイーズ、あ、はい、知り合いというかもう僕の大好きな人で、木村史郎さんという方なんですけど、3、4日前も一緒にご飯食べて、はい、楽しい会を、日本人もね、会ってカスさんも会いました。なんか蚊に刺されてるし、今この短時間で蚊に刺される、嘘やろ、マジ蚊がおるぞ、うん、こんな短時間刺されるかね、マジで。ですよね。ダニやめてください。あ、日本人この間来たから。蚊がおるって。こんな高いとこに蚊来る。すごい。何します？お話しましょう。高い、高いっていうか、その一回ではないからね。じゃあ、こんな高いっていう、そのすごい高いとかじゃないですよ。あの普通のマンションの、マンションで普通に来る、上がってくるっていう。司くん、やめれ。僕の生まれる前の、ほんまの名前にしようと思ってた名前やめ。初恋の話していいんですか？初恋の話、蚊に刺されてるけどいいんですか？すっごい刺されてるな。書き換えたいけど元データ。やば。なんて悩んでる間に何？アクロバットなら PDF。顔刺されてるけど大丈夫？このまんま配信しちゃって。仕事ができるって。いい？いいならいいけど。蚊がおるのは退治したい、絶対。マジかい。でも配信多分見返したら蚊がピタッと止まって座れてるかもしれないですね。
初恋の話しちゃう。なんか恋の話してたらさ、今すごい寂しくなるからさ、寂しくなるっていうか、あの、あーってなるから。質問コーナーいいよ。初恋の話しちゃう。僕初恋は小学校3年生、小学校3年生から中学校2年生まで好きやった人がいます。さやかちゃんっていう女の子なんですけど、小学3から好きだったんです。僕一途なんで、結構で、なんか久々面白いな。小学校の時ずっと好きだったんですけど、で妹が、僕小6で妹が1年、あ、さき、僕の妹ね、さきが入学してきたんですね。僕6年生で1年生だから、1年生のあいつがもう6年生のとこ来て、お兄ちゃんみたいな、で、たら、お酒言ったら、あ、お兄ちゃんの好きな人やつって、バーって逃げていって、ふなり言うてーみたいなことがありました。さっきのせいで、すごい恥ずかしい思いをしたっていう思い出がありました。ね、本当に気まずいよ、ものすごい気まずいよ。多分みんな僕がずっとさやかちゃんのことを好きなんじゃないかなとずっと思ってたと思うんです。その確信を6年生あと1年の時に妹がなんと、言っちゃった。ほんで6年生の時、まあ時は過ぎます、告白とかもせず、でも中学が別れちゃうんですね。違う中学に行っちゃうんですよ。中学に行っちゃうんですよ。でも、あ、もうダメだと、ダメだと思いながら、思いながらね。でもなんと僕が行った塾に一緒になった、入ってきたっていうか、僕が先やったから入ってきたっていうか、一緒の塾になったんですよ。それはちょっと分かんないです。その入って、僕がこれから入ってきたのか普通に入ってきたのか分かんない。まあ塾なんて数校しかなかったから、僕は運命やと思ってたんですけど、そうですね。まあ結果付き合えないというか、付き合ってはないですけども、その今考えたらすごいウブな初恋、いや、はずいな、初恋話しながらここ蚊に食われとるで。いや、いい歌流れとんな。いやいや、
全然全然。でもなんか本当に、うん、お母さんとか、その作者のお母さんとかね、うちのお母さんとかも知ってて、うん、なんかあれですけど、うん、全く成人式の時にちょっとあったのかな、あったのかな、うん、二十歳の時でも全く連絡先も知らないですし、全然そうなんですけどね。本当に今何してるんですよかね、わかんないですね。なんかすごい僕も喋りながらちょっと初々しくなってきた。それ私です。めとけ。今 DM してみる。いや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 、そのなんていうんですか、僕にそのでも恋愛感情みたいなものは一切ないです。だって分かんないですから。会ってないんで。同窓会とか僕聞かないんですよ。え？なんかね、なんかあったな。先にこう臭くないか、匂いで、あ、臭くない、大丈夫、あ、よかった、臭くないか、あ、ちょっと臭い、あ、わかった、歯磨こうとかしてた。同窓会、同窓会なんて、同窓会、同窓会中の私、企み中の私、企み中、うん、やってたな。もう面白いってやってね。マッチングアプリやったことありますわ。あーでも大学生の時になんか一回アプリ入れてやってみたんですけど、僕はちょっとめんどくさい人なんで、うん、なんか本当はこう LINE とかもなんていうんですか、毎日続けるのがすごい苦手、頑張るというか、頑張ってたな昔は。でも今はもうそういう、もう僕もなんかこう大人になったんで、毎日 LINE するようなことはないですけど、自分でなんか選べるようになってるんで、大学生の時はね、なんかこうあるじゃないですか、時期がね。LINE の毎日じゃなくて大丈夫、ないいんだよじゃないです。今めっちゃ少ないっす。変えたんですよ LINE。 ほんと100人おるかおらんかぐらいっすね LINE。 変えたんですよ。どういった方とマッチングしたいですか、したいですかって、いや僕マッチングしたいと思わないんで今。それいやちょっと売れたい、音楽で売れたいのが勝つ。ガメクル自分から告白したことは一人だけあります。一人だけある。なんか僕一目惚れってしたことないんですけど、うん、なんか今とか絶対一目惚れとかないんですけど、学生の頃、うわめっちゃタイプと思って、なんか分かんないです、別にそんなんなんか分かんないですけど、めっちゃタイプと思って、が19の時かな、18かな、その知り合いの、そのこの大学の知り合いからに、この子誰みたいな聞いて、でインスタ聞いて何もなくフォローするみたいなことをやってました。キモいよな、今考えたら、今考えたらマジでキモい、マジでキモい。千春ちゃん、千春ちゃんは高校生の時かな、うん、
こんなん言って大丈夫やんかな俺でもこの別に時効なんで、時効というかそのなんていうかな、あの昔の話なんだよね。逆にさ、僕がさ、彼女いました、いたことないです、そんなことないやん、絶対嘘はつきたくないんで。人間だもの。いえ、三つお。おお、ダブルクソイ。ね。告白はしない、しないっていうか、あんま自分から行かないっていうか。だから日本人がすごいなと思う。日本人ってめちゃくちゃこうナンパとかできるんですよ。僕マジ恥ずかしくて、お前マジでやめろみたいな。で僕は早歩きでまっすぐ行く。うん、マジでやめろって思われてて、でも日本人が言うんですよ、いやこの人に声かけなかったら僕は後悔すると思うんです。そりゃそうやなと思って、うん、すごいな、いやでもその通りやなと思って、その感覚が、うん、で日本人は言ってること正しいんですよ。この人に声をかけなかったら僕は後悔すると、後悔したくないんです。間違いないそれはすごい。確かにさ、普通の人ってあ綺麗やなとか、あ可愛いなって、けどこの人に声をかけて自分もしかしたらその人と付き合えるかもしれないっていう確率を日本人君は上げてるって考えたらすごいなと思います。僕ナンパなんてできないです、マジで。好きな人に告白？ん？好きな人だよね。好きな人に告白しなくて、なんか好きな人に告白だから好きやなと思ったら多分行くんですけど、多分めちゃくちゃ壁があって僕の中で、それをこうバン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 破って、もう全部 OK、 この人はもう絶対に信用できるとか素敵な人やって思う人に出会わないともう無理ですね。僕本当日本人にもずっと言ってるんですけど、なんか身長というか結構こう見えて結構そのドライだからかもしれないですね。うん、最近告白され、告白なんかされません。私にあだ名塗り壁なんてなんでやん、どういうことや。そんなあるのです、ありがとうございます。え、見た目そんな感じだよ、マジわかる。結構なんかみんなと仲良く友達が多そうっていう言われますけどね、全然友達いないし、うん、結構一人が好きやし家に結構いるから意外って言われますけど、結構それ見抜いてるのすごいと思います。スタッフさんへの恋の感じ、スタッフさん？スタッフさんって誰？仕事の？絶対ないっす。絶対にない。マネージャーさんとか絶対ないっす。でもめちゃくちゃいいマネージャーです、本当に。あの僕の意見もちゃんと聞いてくれて。うん、すごいあかんとこはあかんってこう言ってくれるんですよ、うん、すごいすごい素敵なマネージャーです。マネージャー運大吉でした。よしくてマネージャーになる。垂れ目で歯しめちゃくちゃ目垂れてるんですよ僕。ほんと50代になったらほんまこんなで目なくなってると思うんです多分。こんなになってちょっと待って、絶対どっかおるって、ここにも。くっそー、くっそー、
無給でいいから。結婚とか難しいんやろな、こういう仕事してたら。次反対のほっぺに噛まれた。いや、なんでやねん、おかしいやろ。好きな人いますか。好きな人いますかって、全然いないっす。てかマジで出会いないっす。これ皆さん本当に思うかもしれないです。マジで出会いないっす。あの本当に出会いないっす。飲みにも行かないし、そんななんかこう夜出歩かないし、どうなんすか。 AB 型の血って美味しいんですか。君がさっと君と私って全然違うから、小倉に行った時飲んでない。日本人とカスタード飲んでたけど、僕飲まないですお酒。歯が白すぎて眩しい。そんな白い。宝くじ7等ってめっちゃすごいんちゃう。え、ないおいくらなんですか。あのぶしつけながら、ちょっといやらしい話。旦那は樽ごと詰まっとんだ。樽ごと飲む。ワンピースや。なんか逆にどんな人と結婚してほしいですか。アルクルの方は、その僕今はないですけど、この30歳ぐらいになった時に。私私と結婚して。え、7億円絶対、ほんま？それ絶対言わん方がええで。すごっ。もう一生暮らせるじゃないですか。あの、僕新しいマイク欲しいです。ガメロンかっつって、ほんまやば。それやばいっすね。あのギフトください。いやもうほんまにすごいね。7億あんま言わん方がいいと思うけどな。うん、年上がいい。ママみたいな人、ママね、ママね。うん、初めまして、密かにアロンご主義です。アロン君ってマネさんとか発信してるアカウントがありますか。アロン君と同じアイコンで名前も同じようにアカウントからフォローくるので、なんか僕のふりして、なんかめちゃくちゃなんかアロクルの皆さんになんかめちゃくちゃ送りつけてるような人がいるみたいなんですけど、直ちにブロック皆さんしてください。僕じゃないです。以上。たくさんこうね、確かに本当に。いやー、いますよ。いや本当にね。いや、なんか最初はなんかもうすぐ終わるかなと思ったら、まだやってるんかっつって。
まだやってんのかで、ご飯行きましょうとかいうライン送ってると、ふざけんなと。一般人と芸能人、一般の方がいいんですけど、この変わった生活とか変わった世界を受け入れてくれる方だったらもう最高です。やっぱ嫉妬深い人は無理ですよね、絶対絶対。ちょっとな気持ちは可愛いですけどね。はい、受け入れますじゃないです。応募してよろしいですか。いや、受け入れますっつって。嫉妬しないよ。月1でいいよ、月1。え？受け入れられません。受け入れられません。私、絶対やきもちなんてしません。夢募集上ストーリーにやめとけ。あ、そうだ、僕新しいことをやろうと思ってて、リリースをしてないストック曲あるじゃないですかね、めっちゃあるんですよ。その曲を TikTok でサビだけいっぱい毎日上げていくっていう、で好評だったやつを本当に一曲作ってリリースするみたいな、面白くないですかそれね。タイトルとかもさ、みんなで決めてというか、まあ、なんかそういうのいいかなと。国庁連合軍は無理、なんか新しいかなと本当に思ってね。ね、それいいかなと思って、まあちょっと次のリリースも待っといてほしいんですけど、まあそこはそこで僕はプロとしてやりきった、今後のリリースもは自分でこう自分の曲をこうできるように頑張りたいので、ちょっと出していこうかなと思ってます。いいよね、面白いよね。あとユニークの CD がメルカリで売られてました。3200円とかで売られてました。ちょっと寂しいですね。まあ嬉しいですけどね、その中でやっぱ僕の価値としてね、でもこう嬉しいですよね、そんぐらいのこう価値でこう回っていくって嬉しいですよね。携帯カバーにごね、ありがたいですけど、すぐに買われてたね。もにもに2枚当たったってすごいね。何千人中のですからね。毎日パワー。1時間ぐらい経ちましたということで、このぐらいにしとく。
ね、私だったら絶対ファイナルね、本当にファンで欲しいって言ってもらったものを僕でも売らないです絶対ね。やだ嬉しいな。5分僕遅れたんでこれは僕のせいなんでもうちょっとだけします。あ、キリピバラありがとうございます。キリピ、ノリピーのキリピがキリピちゃうわ。キリエ、皆さん見てます？ノリピーさん、すごいんですよ。キリエがもうみたいな、うん、しかも多分この配信が終わって30分後ぐらいにもうキリエが上がってくるんですよ。ちょっと待ってちょっと待ってみたいな、ちょっと待ってみたいな、見逃し放送を見ぐらいの感覚で来るんで、すごいですね。キリピ、夏やりたいことは何ですか？沖縄に行きたい。行きたい。ニコパパがね、沖縄行ってたんですよね。めちゃくちゃ行きたいなと思った。トゥ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 。で、日本人の配信のこと、日本人を切り取るじゃないですか。で、キリピーさんは、僕までタグ付けするんで、日本人の切り絵を見なあかんっていうね。いや、見らんわと思って。メンションされた方は絶対僕見るんで。はい。いいなぁ、沖縄行きたいな。ちょっと待って。お店でアロンのピュー、ありがとうございます。本当にレナさんありがとうございます。ありがとうございます。一人旅か、美味しいは共有したいみたいな。すいません、キリ来た。なんでキリ来たの？美味しいもの共有したいですよね、人に。自分だって美味しいけど、これうまくねとか、これまずくね、まずくなって言ったわけ。新潟の食べ物美味しそう。お米好きなんです、僕大好きで。はい。としえさん、ありがとうございます。すごく綺麗な景色と、すごく可愛らしい車、ありがとうございます。あ、リリーさんありがとうございます。ありがとうございます。最近食べて美味しかったのは、そうですね、赤坂にあるもう今でも口の中忘れられへんぐらいの美味しかったな、赤坂にある、金寿っていう焼肉屋さん、もう最高に美味しい、最高に美味しいからね、一回行ってほしい本当に。やっぱお肉なんですよね。高そう。そんなに高くないんですよ。ほっ本当に高くないっすよ。土鍋でご飯炊いてる？絶対うまいやん。アーロン怒ることあんまないっす。怒ることあんまないっすけど、日本人君に対してはイラッとします。わーこらーって怒ることは僕はないです。絶対怒ったことない。そんなんで、あ、若い頃喧嘩したことあるけど、そのなんか日本人にさあっていうことは
ニコママありがとうございますあの沖縄旅行すごく楽しそうで、僕も沖縄行きたいと改めて思いました。ほんまにニコパパによろしくお伝えください。小倉の焼肉屋さんで頼む。え、そうなん、小倉に焼肉屋、小倉の美味しいご飯屋さん教えてほしい。来月も福岡あるから。え、その僕結構地元福岡北九州って言っても中学までしかいなかったんで、美味しいところがない、美味しいとこわからないんで。そう、美味しいとこ教えて、福岡でもいいし北九州でもいいし、聞きたい。薄れて今日も黒崎の八輪の焼肉激うまです。マジっすか、行きたい。やっぱりお肉ですよね。京都に住んでた時の美味しい、あ、京都ね、はい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 、京都ね、京都か。京都ね。あのね、あの京都は学生、高校生の時だったんで、やっぱ高校生ってお金なかったからあんまり行って、普通に安いとこ行ってた。何これ、おたえちゃん、えいえい、お、ありがとうございます、ありがとうございます。うん、いや福岡で、ね、3件ぐらい DM が来まして、博多で見ました、博多駅で見ました、お帰りなさいとか、小倉駅にいましたよねとか、嬉しい。アーロンが言ってただけでいい、言ってただけでいい。僕は2条にある愛っていう定食屋さんがあるんですよ。そこ僕が高校時代ずっと晩ご飯食べてたところで、定食屋さんで超美味しいです。で、超いい人なんですよ。店主のお母さんと、息子さん、すっごくいい人で、僕去年も行ったし、フミヤとね、ずっとそこでご飯食べてました。めちゃくちゃ美味しいんですよ。愛、二条ビビの中、両陽高校のこの通りに行こう、両陽高校、こう二条の方にまっすぐ行ったらビビがあるじゃないですか。その通りにあるんですよ。キリン堂じゃなくて、なんていうかな、なんとか堂みたいな、なんとか堂っていうの近く、ウェルシアみたいなのがあって、その近くにあるんですけど、そう、美味しい、愛、あ、美味しいし、僕のずっと言ってたところ愛、そう、すげえしてたい。 DM、 DM、 リクエストのとこ見たら文章だけ見えるじゃないですか。いました。そう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 、京都ね、以上の
とどっかあるかな。京都な、大阪はよく知ってますけどね僕。大阪は知ってますけどね。DM 返しないですよ。メンションしてくれた方は見れるんで、あのたまにあのリアクション返してます。大阪のおすすめね、大阪のおすすめね、おすすめ何系にもよるかなってとこなんですけど、あのニコパパのお姉さんが始めたのかなの、鳥屋さん、あのめちゃくちゃうまい、めっちゃうまい、この手何めっちゃうまい、本当においしい、味噌だれで食べるんですか鳥を、あマジでうまいです、あの忖度なしで本当においしいです。プリンさん美味しい、上手です、美味しいじゃなくてうまいですよね歌。牛福行ったことありますよ、行くのかな、秋ワイヤ、秋アイワイ、秋アイアイ、そう本当に美味しいです。あのニコパパやからとかニコママ仲いいからとかいうあれじゃなくて本当に美味しいです。お、ありがとうございます。これは本当に僕美味しいとこ美味しいって言うんでマジで。とはね、奈良やったらもう絶対豚ガラスっていうラーメン屋さん絶対行った方がいい、美味しい、麺が黒いんですけどなんかこう美味しいんです、めちゃ美味しい。奈良はね、ラーメンは奈良の豚ガラス絶対、関西で言ったらね。スイーツは京都のあの清水寺こう上がっていくような手前にあのある抹茶フォンデュのお店、そこめっちゃ美味しい。あのいろんな栗とかなんかいろいろあるんですけど、いちごとかそれを抹茶のチョコにつけて食べて、食べ終わったら結構量あって、食べ終わったらあの食べ終わったら飲んだらホットミルクをその抹茶のチョコレートに入れて抹茶ラテとして飲むっていうね、もうそこ美味しい、うん、大阪のスイーツ系、大阪はねここやね、あの雨村のタピオカ屋さんやったんかな元は、うん、台湾料理屋さんみたいなとこにある、ずっとリッチガーデンずっと上に、まあ上に行ったらあるんですけど、ベニーモココナッツタルトってやつが、あタルトじゃなくてパフェってのがめちゃくちゃうまい、うん、めちゃくちゃうまい、ベニーモとココナッツのソフトクリームになってるんですけど、タピオカも入ってて生クリームもねそんなに甘くなくてくどくないんですよね。でプリン、中にプリンが入ってるんですけど豆乳プリンで、もうさらっとあっさり食べれて美味しい、うん、美味しいです。美味しい、大阪行った時は絶対行くし、うん、でハンバーガー屋さんはね、やっぱりねあのハローニューデイツってとこなんですけどリッチガーデンちゃうかい、リッチガーデンは2番目に美味しいです。ハローニューデイズっていう本町にあるとこがあって、そこが一番美味しいですね。でもほんと5人ぐらいしか入れない席で、うん、ハローニューデイズ美味しいね。やっぱ2番目は我がリッチガーデンじゃないですか、うん、憧れてく。はい、嘘は嫌いです。嘘嫌いなんで僕ちゃんと言うから、そう
焼肉屋さんで大阪美味しいとこ。焼肉屋さんで美味しいところな。思い浮かんだ、やっぱ東京美味しいね。焼肉ライク、焼肉ライクめっちゃ行くっすよ僕。焼肉ライクめっちゃ行きます。あ、超行く、一人で行く。ためのもの、熱烈カルビ、熱烈カルビってなんですか。京橋でご飯食べたことないな。うん、ないな。神奈川県ないな、食べたことないな。新潟は行ったことないですけど、お米大好きです。焼肉キング美味しいよね。あれはチンジャーみたいなやつ、何やったっけ、めっちゃ安いね。チワジャめっちゃ安いとこ、あくよう言ってたっすわ、学生の時。めちゃくちゃ安いね、チワジャ。打ち上げもそこやったな、絶対チワジャやったな。チワジャっていう、はあ、大阪のニコパパが連れてってくれた焼肉屋さんめっちゃ欲しかったな。野菜と一緒に食うんすけど、あっこめちゃくちゃうまかったな。なんていう名前なんやろな。あっこめちゃくちゃ美味しかった。もう一回行きたい。トスイン。名前までちょっとあれなんですけど、あっこバリうまかった。あれうまかったな。あと韓国料理屋さんでなんとか村ってとこあるんですよ。スジュ村みたいな、何ったかな、清之助とよく行くんですけど、そうデュレ村です。デュレ村美味しかったな。うん、清之助ってあのハイヒール桃子さんの息子さんですけど、僕仲良くて清之助がよく行ってて、デュレ村結構よく行きます。今度日本人とも連れてったの、デュール村。はい、ちょっと今日はこの辺で、配信の方ね終わらせていただきたいと思います。明日からまた、平日が始まります。明日から僕はキックボクシングに行ってきます。のっぽのサオリン、ありがとう。キックボクシングを始めます。カキン、カツ、かっこいいやろうね、本当に。ありがとう、ちょっとよくわからないクマちゃん、ありがとうございます。はい、かっこいいやろうね。みんな、あ、講義ありがとう。講義ありがとうございます。
ヨッシーさん、キックボクシングだけに、マジでありがとうございます。マジでありがとうございます。本当に本当に本当のありがとうございます。懐かしい千秋さんと歌った歌。はい、ということで明日からまたね、一日が始まりますけども、頑張っていきましょう。はい、おやすみなさい。ハルさん、ありがとうございます。バイバイ、ありがとう、おやすみ。今日もみんなありがとうね。ギータン、わし、ありがとう、わし、かっこよかった。バイバイ。